鏡を盗んだ犯人なんですか？いえ、犯人はその翌日に変死体として発見された人物でした。とはいえ、何かしら関わりがあると見ていいでしょう。とりあえず、これだけの出来事が重なっているということは、何らかの原因によって封じの力が弱まっているんでしょうね。することができるの？一応簡単そうなのから難しそうなものまで複数の案がありますけど。簡単そうなのって？お柱様を呼び出して慶お姉さんの血を飲んでもらいます。あ、なるほど。じゃあ難しそうなのは？私が柱の封じを貼り直します。そんなことできるの？なんか雄花の力で最初に封じを施した縁の行者オズヌと近いことができるらしいんですよ。まあできるんじゃないかね。あ、サクヤさん根拠あっての発言。いや別に。まあとりあえずお柱様のところに行ってみましょうか。本人に余計なことするなとか怒られてしまう可能性もなきにしもあらずですし。そうだね。
ケイちゃん。よくお越しくださいました。ところでぶっちゃけ質問なんですけれど、あなたは最初に縁の行者オズノに封じの柱としてここに祀られたお方ではありませんね。収まるべきところに収まっていない印象があるんですよ。そうです、私は柱の継ぎ手。ですよね。お柱様があなたのように形を成して姿を現しているということ自体がとても異例なことなんです。柱がフラフラしていたら大変なのは分かりますよね。私がやろうとしている術は言霊でもってその歪みを矯正する、いわば存在の変造術のようなものです。変造？例えばですね、虫。私の蝶は力の見え方を変えているだけなの。この蝶に触ってもらえます？あ、うん。すごく普通なんだけど。その普通っていうのがすごいんだよ。あれがもともと花びらだったなんてどこの誰が信じるんだい？これが変造術です。そこらの石を金に変えたら錬金術とか言われますね。
ですから私が封じの柱という言霊を吹き込むことによって継ぎ手は真のお柱様になるという寸法です。だけどね、あり方が変わるっていうのは全く別のものになるってことなんだ。なあ、今ならまだ弾けるんだよ。つづらさえその気になってくれれば普通の人間に戻ることだってできるんだよ。いえ、それはできません。主の封じを解いてしまえば大変なことになってしまいますから。ですから鈴良様、お願いします。わかりました。昨夜さん、あり方が変わるときに別のものになるのは慈悲でもあるんですよ。天の羽衣を打ち着せたて祭りつれば、沖縄を愛おしく悲しと思しつることもうせぬ。そういうことです。でもつづらちゃん、こんなことをしなくても主を別の安全なものに変えたりは。ケイお姉さんは粘土で人形を作れますか？うまいかどうかはともかくできるよ。では石ではどうでしょう？最初から人の形に似てる石なら顔を描いたりして。ピンと来てくださったようですね。変造術も似たようなものなのですよ。変える対象なんかによって必要になる力もかなり変わってくるわけです。それでですね、その今の私の力では桂お姉さん、いただきます。どうぞ。
別にいいんだよ。ちょっとぐらい痛いのは最初から分かってたことだもん。つづらちゃん、なんでしょうか。つづらちゃんのその格好って、剣士尖って牙になってて血を吸うのに向いてるよね。だはは、これは単に尾花譲りのデフォルトでして、別にそういう体は。そういうのでは。じゃあ吸ってる間触らせてもらうね。ほらほら、我慢できるんならたくさん吸ってもいいんだよ。お柱様をちゃんとするにはかなりの力が必要なんですけど。それじゃあつづらちゃんも頑張ろうね。ひどい目に遭いました。災難だったね。災難でした。では始めましょうか。よろしくお願いします。ところでつづら様、お願いしたいことがあるのですが。何でしょうか。ニエの血を封じる、あるいは変造して普通のものにする、そういうことは可能でしょうか。多分できると思いますよ。ケイお姉さんのことですね。